師の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。水曜日のこの時間はイベント広報隊のコーナーです。八戸市内で行われた様々なイベントなどの話題をご紹介しています。今週最初のイベントです。現在八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館では、秋の企画展縄文のストーンサークルが開催されています。縄文時代後期に北東北から北海道に現れたストーンサークル、これらはなぜ作られたのか、そして実は八戸周辺にこのストーンサークルは作られていないのです。その秘密を探ることができる展示となっています。それではこの縄文のストーンサークルについて、八戸市是川縄文館の市川武雄さんにお話を伺いました。ストーンサークルはですね、今から約4000年ぐらい前ですね、縄文時代後期といわれる時代に、特に北海道から北東北にかけて出現した、石を並べた、円状に並べた巨大な記念物になります。今回の、縄文館、企画展の、縄文ストーンサークルは、今お話しした、北海道から、北東北にかけて作られた、縄文のストーンサークル、これに見られるですね、縄文人たちの祈りの形について、迫っていこうという、そういった、内容の展示になっております。おすすめとする、展示品といたしましては、北海道から、北東北にかけて、ストーンサークル作られるわけなんですけれども、それとはその一方で作られない、ストーンサークルの見られない地域もあるんですね。で、そういったそれぞれのストーンサークルの作る地域、作らない地域の、祈りの道具をですね、今回おすすめしておりまして、例えば、ストーンサークルの作る地域でしか見られない祈りの道具、あるいはストーンサークルが作られない地域でしか見られない祈りの道具で、その一方で共通して見られる道具など、非常にその縄文人たち の祈りの形というのが複雑なんだということが、この展示品から見て分かっていただけると思います。是川縄文館で開催中の秋季企画展縄文のストーンサークル、11月25日日曜までの開催です。期間中の休館日は29日月曜日、11月12日月曜日と11月19日月曜日となっています。また今度の土曜日27日には午後2時から4時まで体験交流室にて企画展考古学講座が開催されます。この考古学講座への申し込みや縄文のストーンサークルの展示についての問い合わせは、八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館、389511、389511までどうぞ。続いてのイベントです。10月21日日曜日、八戸ポータルミュージアムハッチと八戸中心商店街にて今年もハロウィンツアーが開催されました。今年のハロウィンツアーも仮装した子どもたちや親子連れが各回120人ずつ全3回に分けてハッチに集合。スタート前にはハロウィンツアーの説明や恒例のコスチュームコンテスト、さらにクラフト体験やミニゲームフェインスペイティングに挑戦した後は、待ちに待ったトリックオアトリートツアーに出発します。子どもたちは中心商店街の協力店舗を巡り、トリックオアトリート、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞの合言葉を言うと協力店舗からお菓子をもらえるというツアーです。それではこのハロウィンツアーに参加したボランティアの橋上町の LLT のニコラスさん、そして参加した親子連れの皆さんに感想を伺いました。
はい、ニコラス・ワンツンです。橋上町のボランティアです。ハロウィンは昔々ヨーロッパでこの時なんか 毎年の秋にもしかしてこの世界と幽霊の世界の間のところがちょっと狭くなってしまって、もしかして入ってくるので、みんな なんか怖い仮装にして、なんか多分幽霊が来ないようにしたと思います。ずっと前の話だね。今は楽しむためにみんな面白い仮装にして、なんかキャンディーをもらうとか、子供たちが遊ぶとか、なんか、うん、そういうことになりました。楽しんでるからいい感じです。また手伝いたいです。みんなは参加した方がいいと思います。子供たちはとても楽しいから、ぜひ来てください。2年2組ミド石戸八小学校の工藤由紀です。何の？ミイラです。霊界目です。違う、初めてです。初めてです。いろいろこれいろいろもらいました。山下亮太郎です。1年生です。怪物くんです。確か3回目ぐらいだと。友達に初め教えてもらって、去年も参加して楽しかったので今年も、はい、参加しました。そうですね、普段街中に来ることがあまりないのでいい機会だと思います。この日の中心街は好天に恵まれ、元気な子どもたちの笑顔と歓声で溢れていました。最後のイベントです。先週末20日と21日北九州市で開催された全国ご当地グルメの祭典第7回 B1 グランプリで初の念願のゴールドグランプリを獲得した八戸せんべい汁研究所の皆さんが、おととい22日月曜日の夜、新幹線で八戸駅に到着しました。この日は皆さんの到着に合わせ市民お出迎えセレモニーが開催され、およそ200人もの皆さんが集まりました。それではセレモニーでの木村聡氏、八戸せんべい汁研究所事務局長の挨拶です。はい、皆さん本当に出迎え本当ありがとうございました。今回こうやって受賞できたのも八戸市民の皆様の応援のおかげだと思っております。僕らは、飲食店でもないし、せんべい汁のせんべいを作ってるわけでもないし、僕らのモチベーションは皆さんの応援の声に尽きるんですね。その中で、もうかれこれ9年活動を続けてきました。多くの人からですね、ボランティアだけでは続かないよという話をされましたけど、もう9年やりました。9年やれば10年できるんです。10年やれば15年も20年もできると思います。仕事があってもお金がなくても町を元気にする活動はきっとできると思います。そんな八戸流の町おこしを全国にこれからも広げていきたいと思います。新たな第一歩を明日から踏み出そうと思っております。八戸流の町おこしが全国のスタンダードになるようにこれからも頑張りたいと思いますので、皆様のご支援よろしくお願いいたします。セレモニーでは小林誠八戸市長からの歓迎の挨拶や花束の贈呈、そして万歳三唱で締めくくられ、集まった市民の皆さんから惜しみない拍手歓声が鳴り止みませんでした。以上、イベント広報隊でした。突撃八戸お邪魔隊。突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。